番組ではドラマ西園寺さんは家事をしないの主題歌ストロベリーを披露、バンプオブチキンの茶まこと直井義文 BA が個人 X 旧 Twitter で9月9日放送の TBS 系 CDTV ライブに出演した際のメンバー全員オフショットを公開した。番組でバンプオブチキンは9月4日に発売されたニューアルバムアイリスに収録されているストロベリーを披露。この楽曲は TBS 系火曜ドラマ西園寺さんは家事をしないの主題歌となっている。直井はオバンドス TBS 系 CDTV ライブを見ていただきました皆様大きにというメッセージとともにメンバー全員のオフショットを公開。番組ロゴのネオン管を囲み直井と増秀夫ドクターは座ってピース、増川博明グーは向かって右側に立ってネオン管の裏からピースを見せ、藤原元夫 VO グーは向かって左側に立ちネオン管に左手をかけ右手でピースしている。現在バンドはバンプオブチキンツアー2024スフィアリーランデブー真っ最中ということで9月 15.16日に開催される愛知公演を控えて、次はバンテリンドーム名古屋で待ち合わせしましょうとも添えられている。ストロベリー最高でした、バンテリンドーム楽しみですなどといった声が続々と到着している。リリース情報 2024.09.04ON セールアルバムアイリス CDTV ライブ番組サイト https://www.tbs.co.jp/cdtvライブバンプオブチキンオフィシャルサイト http://www.bumpofficheinコム